も？幽霊屋敷に観覧車まで。あー、もう絶対行きたい。さっき掃除してゴミ捨てに行ってきたばかりなのに、このゴミは一体何なのさ。少しは自分で片付けてよ。片付けるわよ、後でね。どうして認めさせるってどうすればいいのかな。それは、そうよ、そういうことは有能な助手のワトソン君が考えることであって、私が考えることじゃないわ。え、ほら早く考えてよ。もし何とか部として認められたとしても、部費がもらえるのはもっと後になるんじゃないかな。それならいっそのことバイトでもして自費で行った方が。バイト？なんでその方法にもっと早く気づかなかったのかしら。え、よし、やるわよ。本当にバイトするの？何よ、自分で言い出したんでしょ。よし、やろう。やってるってば。
バイトバイトでどこにも遊びに行けやしないじゃない。じゃあやめる？そうだ、私のバイト代とめぐるくんのバイト代を合わせればなんとかウォーターアイランドに行けるかも。まさか立花さん一人で行く気なんじゃ。そうよね、一人で遊園地に行く人なんていないわよね。じゃあもっと近場の安いところでもいいわよ。水族館とか動物園とか。水族館や動物園を取材するの？取材？それって何のことだっけ？やっぱりただ遊びたいだけだったんだ。今頃しのぶは楽しんでるんだろうな。しのぶさんどこかに行ってるの？何かのツアーが懸賞で当たったから行ってくるって言ってたよ。なんですって、ムカつく。立花さん、そんなに叩いたらお盆がへこむって。ただいま入った情報です。つい先頃オープンしたばかりの遊園地、ウォーターアイランドで事故があり、多数の死傷者が出た模様です。詳しい情報は追って。みやこのパトソン君適性診断コーナーへようこそ。今回もまたあなたのプレイぶりを評価してあげるから心して聞いてね。それじゃあ早速評価を開始しましょうか。まずは決断力の評価よ。すごいじゃない、この調子ならなかなか期待が持てそうね。次は判断力の評価よ。評価ガタ落ちじゃない。これまでの評価がちょっとちぐはぐだわ。少し不安だけど、あなたのワトソン君適正最終評価を見てみましょうか。このままじゃダメね。もしかすると助手見習いに降格される日も近いんじゃない？無駄かもしれないけど、とりあえずアドバイスだけはしておいてあげるわ。あなたに決断力があるのは認めるけど、あなたって判断が早いというより何も考えてないだけなんじゃない？少しは物事を深く考えた方がいいわよ。それはそうと、今回は何にも事件が起きないまま平和に終わっちゃったわね。これじゃゲームにならないし、私だってあんな肉体労働はもうごめんだわ。次こそうまくやりなさいよ。まあ何はともあれ、また会えることを期待して待ってるわ。それじゃあまたね、バイバイ。